今日のレイドはこちら、クチートさんです。目下の目標はクチートの色違い。クチートはソロでできるので、アブソルの色違いが先に捕獲できてよかったです。これまでにクチートレイドは6回ぐらいやってます。まだまだですね。このジムは前までボケストップだったのに突然ジムに変わりました。まあ駅なんだからジムの方が良いと思いますけど、それだけ目的のレイドが出やすくなってよかったです。頼もう。クチートさん、袴姿で道場の一人娘みたいです。父は山ゆえ、私がお相手いたす。可愛い顔してますが、実は凄腕みたいなツンデレな感じがします。果たし状を投げつける。一応プライベートモードで入ります。クチートさんと一騎打ちだ。今回の自動選択はこれか、これも悪くなさそうです。すでにクチートはいろいろなポケモンで試してますので、これで行ってみましょう。サイドンは薩摩天使っぽい。オイドンはサイドンで壊す。晴天なので地面タイプの技がブーストされます。そんでもってクチートの弱点は地面。クチートさん、苦手な地面がブーストされてはたまったものではありません。己天気を味方につけた、だと有利になるなら何でも利用する。それが勝負の断り。クチートさんは後ろの頭が武器という相手の隙を突く攻撃です。これにはサイドンもタジタジです。とてもいい勝負です。サイドン1体で勝てるだろうか。クチートのゲージが黄色になった。若干サイドンがリードしています。だんだんと差が広がってきました。クチートのゲージが赤色になった。これはもう勝ちです。勝利です。サイドン一体で勝つことができました。くん、負けた。道場の看板を持っていくがいい。オイドンは強い剣士と戦いたかっただけだ。道場の看板に興味はない。さらばと言って去るサイドンであった。まだゲットチャレンジがあるんですけどね。ボールは12個。残念、色違いではなかったです。よし、ゲットです。クチートってどんな当たり方でも毎回一発ゲットな気がします。このクチート、オスだった。まああれだ、歌舞伎みたいなものだ。個体値はあんまりでした。今回ヒコボンの出番がありませんでしたが、クチートの色違い求めて私の戦いは続く。